まあ誰かこいつを黙らせろっていう風なね、そんな声も上がってきそうです。西村経済破壊担当大臣。本当にね、この1年半、この人が出てきてから、経済はもう破壊されまくってきてます。で、破壊しまくった中から富を得た、まあ一部のね、有料企業、上場企業、大手企業、そういうのはありますけども、大多数の屍の上に、この利益っていうのは成り立ってますよね。で、税収が60兆を超えたって言いますけども、それはそうだろう。ね、そういう風にして、 その死体から吸い上げたね、法人税ってものが上がってきてるのと、あとは、あれですか、うん、消費税。消費税増税が1兆円ちょっとあるらしいですよね。で、法人税の増加分が5兆円ちょっと。だからこういうふうな危機の中でもカジバ泥棒ってのは結構いるんですよ。ねその代わり、まあ、死に追いやられたり、生活を失った方ってのが、もう本当ね物言わぬ奴隷のように。 ルイルイと生まれてるわけですよ。で、そういう人たちの声っていうのは全く届かずに、ムシムシムシしてくるわけですね。そして、とどめを刺すように、この西村経済破壊担当大臣は、まあ、どっかの国からね、あの、チャラをもらってるんですかね、裏金をね。あの、日本の飲食店をとにかく潰すために一生懸命です。ついにはですね、金融関係の、金融機関に、飲食店に働きかけてくれっていうね、これ、どう考えても脅しでしょ。飲食店をやってると、本当にね、融資をどのように取り付けていくか、 そして返済をどのように、えー、計画立てていくか。これを金融機関と話し合わないときに、話し合わないといけないときにね。ところで、おたくさんは飲食店ですけども営業されてますよね。いや、ちょっとお金貸せませんよねとか言われちゃったらどうしますかね。もう言われないまでもね、ビビりますよね。で、金融機関の方も、善意でね、お金を何とかこういうコロナ禍だから、自分たちの営業成績をね、後回しにして、何とか支援しようと思ってるときに、こんなことを言う経済担当大臣いますかね。 ねえ。まさに、金融庁の、あの、金融庁担当大臣も、ひどいもんですけどもね。西村経済破壊担当大臣。これはひどい。この顔をみんな忘れるなと思いますよ。え変異株は強い感染力と。お前の感染力が一番強いよって感じですよね。もう、これだけ徹底的に有名になったわけですから、もう、タレントに転身してもやっていけそうですよね。まさに悪役紹介って感じでございます。もし日本を、 破壊的に徹底的に追い込む人間は誰がいるっていうふうに挙げられるなら、まさに今のね、菅内閣の一員としてこの人の名前は筆頭に上がってくるでしょう。しかもこの人がそんなことを発表した後で、<laughs> 官房長官、加藤官房長官もね、知らぬ存ぜる。え、そんなこと言ってたんですかでも厳しく言っとこないといけんですね。みたいなね、<laughs> お前の指示だろうって感じですよね。あと菅総理もね、いや、そんなことは聞いてませんとか言って、聞いてなくてよく、閣僚の言うことがね、全然聞いてなくてよく総理が務まるなと思いますけども、いやー、やっぱりね、 次の選挙。徹底的に自民党を追い込まないけんですよ。自民党っていうのは、あの、日本にとって、本当に、あの、不要な存在ですからね。<laughs> ひどいもんですよ。うん、まあ自民党の中にもいい人はいるんですけども、悪い人の力がそれ以上に上回ってるんでね。まあ西田昌司さんが総理になってくれればな、と私は密かに思うばかりでございます。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。とにかく、西村経済担当大臣は、まああのね、公民権停止ということで、もう終身刑。<laughs> 以上でございます。